滑り会ギャルは一人やわ。どうしたんですか、いただいたそんな方法にして。おはみ、え、相方募集中やん。去年の相方はどこ行ったんすか。あいつ青森行ってちょっと寒くて凍えてるらしい。で、相方募集中なら僕やりますよ。やってくれる、戦える、余裕ですね。え、じゃあやろうか。ここにいるペゲバの選手でクイズ出して勝負しようか。やりましょう。よし、行こう。よし、来い。では問題。ペゲバ1、足の親指がでかい男といえば。自分パブ、正解。では、ワンルームの部屋なのにバーカウンターを買おうとしている大バカ野郎は誰？渡してこう。では、現在実家暮らしから早くも母親に出て行ってほしいと言われている悲しい男といえば佐藤壮。では、喧嘩に勝つためだけに筋トレを始め、今では強靭な肉体を手に入れた男といえば高橋克典。では、オフの日に青島の渚の交番でライフセーバーの手伝いをしている男といえば北村智也。正解。では、そんな北村智也のあだ名は何？ダンゴムシ。正解。では、そのダンゴムシと名付けた名付け親は徳永雄大。では、そんな徳永雄大が今年新たに始めた美容系のものとは何？フットネイル。正解。では、アウェイのホテルでの熊のぬいぐるみをプレイヤー、選手全員からもらって、それを自分の子供にプレゼントしたがめつい男といえば内園博隆。では、ペゲバ1、イケメンで人気があるのにもかかわらず、実はむっつりスケベな男といえば清水来。では、イオンのキッズスペースで全力でハイハイしていた男といえば滝沢秀平。では、メンタルが不安定な時に西野カナの曲を聴きメンタルを保っていた男といえば石井健太。では、大学時代に他の部活動の女性陣からデスノートと呼ばれていた恐ろしい男といえば奥田雄大。では、かっこよくなろうと思い切って短髪にしたが自衛隊の隊長さんのようだと言われ、あだ名が隊長となった男といえば俺。正解。では、髪型はコムドットヤマトなのに顔はコムドットアムギリ。俺。では、筋トレ後に俺、ごつくなったわーと鏡の前でボディービルダーなりのポージングをしている男といえば橋本健。正解。では、5歳児の息子に対してカルタで一切手を抜かない。現実を突きつけ泣かせるように生まれた空気を浜田上田。では、自分も気づかないようについつい乳首をいじってしまう男といえば西田しかぶって。では、土木現場に行くようなどでかい車で練習場に来る男といえば藤田哲也。正解。どんぐり哲也。正解。では、そんなどんぐりに一番舐められている先輩は三村真子。正解。
地よくなり、テゲバ1、リズミカルな動きで手拍子をする男といえば高崎靖。では、ひそかにこのファンタンを一番楽しみにしていた男といえば三村社長。正解。いやー、神のお前なかなかやるな。いや、余裕でしたね。またこうやっていつの日か知らせ面をできる日が来るといいですね。そうだよ、また会おう。僕はまたそう